カルシー殿、戻られましたか。特に問題はありません。ああ、カッセル様のお連れ様でしたか。長老、無事戻りました。こんにちは、私はイブリンです。よくぞ来られた。知っての通り、長く続いた紛争で住人のほとんどは町に閉じ込められているも同然の生活をしている。長老としては恥ずかしい限りだが、多くの住人の心に不安が広がっている。こんにちは。蜂蜜が不足していると聞きまして。何を預かりますか。ぎゅあのビズリーの皮を持ってきたんだけど。いや、本当に大変なんですよ。この人も治療薬が作れなくて困っている。オークとの戦いで多くの兵士と住民たちが負傷しています。治療に必要な薬の材料がたくさんあればいいのですが。イブリン、助けてあげたいって顔をしているわね。大きな借りができてしまいました。なんかすごい勢いで感謝されちゃったわね。何言ってんだ。こんなの善良で誠実な僕にとってはさほど珍しいことでもないからな。アニスさん、おかわりありませんか。まあ、カッセル様、実はルーがまたどこかに遊びに行ったみたいで。ん？ルーって誰のこと。カッセル様とラッツ様が助けてくださったエコー族の子供です。え？あのカッセルが
本当にそんな立派なことを？そんなわけないだろ、ミ…じゃなくて、イブリンか。ひどい言いようだな、まったく。町の入り口のすぐ前に小さい水場があります。あの、私たちルー君を探しています。エルちゃんにあげるプレゼントを探しに行ったよ。よくわかっているようだな。この僕の銃さばきも華麗でかっこいいと言っていたんだろうな。それはわかんない。まさかまたあの場所に行ったのでは。お、子供を守るのは大人の義務ってもんだ。ルー君ならここには来ていません。本当は私、貝殻なんてなくてもいいの。心配しないで、エルチェちゃん。その、私にもよくわかりません。町の住人たちの悩みまで解決してくれているそうだな。もしまた危険な目に遭っていたら大変です。聞いたか？カッセル様と仲間の皆様だってよ。どうだ、カッセルの鼻が普段の3倍くらいは高くなった気がします。お待ちください。聞き間違いではありません。これは闇の邪悪なる力が。まさか守護像が。何？もしかしてこの守護像が話しかけてきているってこと？タケキの思って。邪悪な詳しく説明すると長くなりますが、私はこの声を知っています。しかし大人になるにつれて声が聞こえなくなり、ところでどうしてあなたにも守護像の声が？
また守護像の声が聞こえるんですか？湖の北東の方で、横島なる存在により、まがまがしき儀式が行われ、その醜く歪んだ者たちを浄化し、沼に平穏をもたらすのです。僕たちが使っていた魔法、あれはバトラの魔法だ。ええ、早く対応を考えなければなりません。ただいま。さっきとはだいぶ雰囲気が違うわね。よくやってくれました、森の子よ。昔のことを思い出しますね。それより、すぐにでも長老に森の状況を報告しなければなりません。ルーのことはアニスさんにもう一度お話を聞いてみましょう。魔の痕跡か。だが、オークどもの企みには気づくことができた。それでは、長老のお言葉通り、私たちはアニスさんのところに行ってみましょう。申し訳ありません。いえ、危険な場所に何度も足を運んでいただいて、こちらこそ申し訳ありません。水車、あそこに見える大きな水車のことですか？そうそう、この町ご自慢の名所の一つらしいぞ。ここにいたのですね。ひゅー、本当にいい場所を見つけたもんだな。ごめんなさい、タルシー。あなたがカッセルとラッツに助けられたルー君ですか？
人ともかっこよかったよ。へえ、それは本当にかっこよかったわね。ルー、鏡の沼で恐ろしいモンスターを目撃したと聞きました。貝殻を拾ってたら、いきなりオークたちが現れて、うおーって襲ってきたよ。ええ、それはとても残念でしたね。そう、すごく大きいスライムも出てきたの。そしてその時、カッセル様とラッツ様が現れ、ルーを助けてくださったのです。オークたちは盗んでいったものを返せと言っていました。何か思い出しそうな、あ、そうだわ、水晶といえば。お、何か僕に見せるものがあったのか。へえ、これは宝石か。違うわよカッセル、そういうことじゃなくて。隊長とイブリンはこの水晶から不気味な感じがすると言ってるわ。これが暗号だって？ただの悪質にしか見えないんだけどな。タルシー、お前も見てくれるか？この石は湖の近くで見たことがあります。チョロ、これをカッセル様のお仲間が持っていたものです。やっぱり不吉な感じがします。オークたちが必死になって探しているものがこれなら。なるほど、これが本当に大事なものであることは間違いなさそうだな。悪魔を退ける勇猛なる狩人たちよ、わしからも頼む。よし、タルシー、これで形勢逆転できるかもしれないな。しばらく町の外に出ることになります。霧の森のキャンプの方に向かわれるのですか？カッセル様、そして皆様、タルシーさんのことをよろしく頼みます。